はい、今回ですけどもこちらクローブのポケカオリパの PSA10 か CGS10 っていう最近クローブが始めた鑑定のやつ、はいはいはい、どちらかが当たるやつで大当たりがリーリーアセロラなんですよね、はい、でこの CGS10 っていうのはもう PSA10 ともう同じぐらいの価値の買取なんですよ、うんうんうん、だからもうほぼ同じだと思ってもらったら、でこれを狙って引いていこうかなと。でまあ一口10万円で、まあ、正直まあここ2個取れたら全然プラスかなっていう、まあ、こっちもありですけどね、まあ、強いですね、うん、こっちも個人的にはまあねこのルザミーネとか、うん、マリーとか引けたらいいかなっていう、まあ、あとまあラティアサンダラティオス、まあ、この辺もありですね全体的に。でもここに火花が来てるっていうのがちょっとすごいけどな。確かに火花高いんですね、うん、この魔王は高かったけどなめっちゃもう前から、うん、まあ、とりあえずこのリーリエ狙いで、はい、これ引いていけたらなと思います。じゃあちょっとお願いします。結構ねこれね数が多いんでね、まあ結構だって全何口ですかこれ。110口あります。うわ110か、10万ですよね一撃低すぎますよ10万ね、まあ、その分でかいですけど当たりが、まあ確かにね当たったらね。リーリエってこれどれぐらいなんですか。買い取ると大体410万ぐらい。400万、まあだから400万使っても当てればっていうそういう世界だよ実際400万やばい。アセロラがどれぐらいなんですか。アセロラが140ぐらいですね。じゃあ500万使ってもどっちも当てればまあ別にっていう、そう考えたら全然ありそうなんや。確かに50口だって全部買ったら1100万でもここだけでも500万保証があるわけやから、そう考えるとねこれも当てるまでいった方がいいんじゃないかっていう説もあるよね。いや説もあるんか、まあ、でも外れとかもね。いやそうそう、だってこっちの外れも最低限あるし、ここがあるからと、うん、まあ確かにだから還元率がだから 70-80% あるやとしたらもうそこまで引いた方がっていう人で引く人もおると思うよこれめっちゃくちゃ。だから最初に、まあ、とりあえずいきます。結構な数あるからなこれ、すごいなこれ、うん、下にもパンパンに詰まってるもん、ね、まあ、ですよね、はい、やっぱでもまあ左側僕は好きなんで左側を攻めるっていう。アッキーさん入れすぎじゃないこれ。いやこれセーブした方です。じゃあまず1個目これで、ありがとうございます。それも会計まとめて後で払います。10万ですからね。うわ10万もでかいな。当たるまでやるパターンだな。じゃあ会計当たって8個、まあ8個か、110口中8個が当たりと。だから10個かってやって1個当たるみたいな確率。いややばいな、それそう考えると。確かにちょっときついな。運でなんとかしてほしいな。はい、いきます。おこれクロームのマークついてる。これが CGS じゃないんだな。どうなんやろ。それは全部ついとんじゃん、さすがに。ついとんかじゃあ。これ PSA って書いてますね。あーこの時点でもここじゃないもんな。うわーてかしかも、まあ、焦る可能性ある。これは CGS 来た方が熱いんじゃない。だって多いもんな。多いもん CGS の数が。そういうことか。あでもこっちもおるな CGS が普通に。で考えたら別に関係ないんかじゃ、いきます。せーの、はい。うわー、あーブースターね。はい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 、ハズレですね。これもどれぐらいなんですか。3万3000円ですね買い取り。まあ、言ってもね3万しますからねこのブースターが。ピース、うん、まあ、ここから始まります。うわここからファイン。これおもろいな。でもここからいやどこ行こうかな。まあ、中央。うわ中央突破。どこに入ったのこれ。みんながこうあえてこう近すぎて取らないみたいなところにここ行きますじゃん。 CGS 来てほしいけどな。ここでも分かるわけもな。あ、PSA。 うわもうリリエないと。リリエない。いきます。アセロラ。あーグレイシアーズ。これまだ3万ぐらいか。ブーストのブイズ。ブイズね。うわこれでも20万消えてますからね。うんすごいことですよこれ。じゃこっちね端っこ一番端。うわあえてこれも PSA かな。うわ PSA ちょっとあれやもんな。まあ大当たりじゃないからな本当の。リリエが欲しいかな俺もやっぱ。ほいっ、あーリーフィア。これはもう順調にこうブイズを今ね増やしていってると。この流れでいくともうシャワーズ、サンダースも出てきそうな感じしてきたね。これもうちょっといくか。さすがにね、なんかこの中あたりを攻めて当てたいな。まあ確かにここ当てれなかったらちょっときついですよね。まあ CGS も見たいですね。でもね確かに CGS 当てたい、うん、1回よし立つの重いなこれ。おっ CGS 来た。え多分これ CGS じゃない。来た来た来たぞ。多分これはだからリーレの可能性出てきた、うん、ほら見たこんなほら。うわーほんまや来た CGS 来た。 CGS 来ました。あーこれでリーレ来たら CGS はワンチャンあります。これリーレの可能性ありますからね。うわせーの。うわーリーレ。リーレ当てた。嘘当たった。リーレ当たった。やばいぞこれ脅威。40万ですよ。やったー。やったちょっと大勝利。怖すぎる。自分の引きが怖すぎる。怖すぎてちょっと
それ土曜名ですね、ちょっと今ここ、いや正直聞き本当に、うん、正直外れ、いやまあね、まあね、一発なんかもう気まずくなってるもん、ちょっとでこれが出てしまったことが気まずい、すごいぞこれ、いやもう持ってますね、うん、まあやったね、結局ね400万が勝ち取った、えぐいプラス来たぞ、だってこれ4つ目やから、それで40万で40万で400万うわちょっと引いてますからね、クローブ側この先生、エすぎて息がまさかの超大当たり射抜くっていういやすごい確率だけど、もういやもう十分やもうこれもうこれ以上やる意味ないもんほんまにないです、ね、これはもう大勝利なんで、アキちゃんどうすか、いやもうボロ負けっすね、ほんとにどんな引きしてるんですか、ヒカルさん、ほんとにもう4口っすよねこれいつもこういうのあるもんないやーやっぱ106口残ってるぞ、この中にこれやばいなちょっと自分でもたまにこういうのあるからなんか、うわすごいなこれ引いとるもんな、ゼリーやもん、いやだからもう一枚アッキーさんが入れるしかないですね、自腹で、自腹で、自腹でいいねこれやばいな、いやあのね、ヒカルコラボオリパがクローブのガチャでまたねやってるんですよ、これ概要欄貼っとくんですけど、まあ、それをちょっと宣伝したくて僕もちょっとこれ遊び感覚のことやったんですよ、はい、まあ、どうせ弾けないだろうと思ってやったんですけど弾けてしまったんで、まあ、こういう感じになってます、はい、あの今後ねこの CGS10 っていうのが出てきて、はい、まあCGS9 まで出るんですけど、この CGS10 っていうのはこのクローブ側がまあこの状態を見て点数つけるんですけど、うん、かなり厳しいらしいんですよ、なるほど、うん、なんなら CGS10 取れてるやつはもう PSA10 取れるぞっていうレベルでかなりチェック厳しいらしくて、なんなら9点のやつでもすごいんですよね、9点でも結構 PSA10 取れたって話は聞くのでぐらいのレベルの厳しさらしいんですよ、だからこれ知名度が上がってくるとこの CGS っていうのはめちゃくちゃ価値高くなってくる可能性があるんでね、うん、はい、これが今後まあ来るかもしれないという、確かに、しかもクローブが出してる鑑定なんでクローブの買取金額が高いんですよ、うん、ちゃんと、まあそりゃそうですよね、クローブで鑑定しててそれが安かったらおかしい話になっちゃうんで、まあ、そこそこ値段するという感じで、うわこれ初めてのだって CGS かな俺、うわ初めてのそれがしかもリーディーだからな、ガンバの、うん、かわいいねやっぱすごいないいっすねこれ、うん、リーディーやばいな、ちょっとこれは確かにこれね射抜いたな、いやだいぶ射抜いたな、ちょっと自分でもちょっとまだ怖いもんな、うん、ちょっと今だなんか余韻がね、うん、他何出るかちょっと見たかったいやほんとそうなんですよ、正直リーリエは出ると思ってないんですよ、出られてもなんかこうなんか他の人のために困るなっていうぐらいのレベルで行きたかったんで、うん、まあ、せめてもこの辺どれか出るかなってぐらいの、どれか出るまで行こうかなと思ってたんですけど、これがねあるからオリパは、まあ、実際だからあのクローブのガチャとかで500円のやつでエクバリーリエとかガンバリーリエ引いてると結構僕来てるんだよ、 DM あるんですよ、これが一発怖いなマジで、こんな簡単にこれはやめられないですよ、だからこんなんもう、うん、これ引いた人はもう絶対にやっちゃうんですよこんな、本当にリアルにだから300万分買ってもそれタダになるからね、まあ、まあただ買う意味ないんやけど、確かに買う意味はないですもん、もう一枚こいつがおったら買う意味あったかもしれないな、確かにもうこれ消えとうから、ここがこの超大当たり枠だって、これ400万ここ締めとうわけで、ここ比率半分ぐらいの当たり、ほぼ半分こいつが締めとうから、そこ抜いとるから、じゃあありがとうございましたもう帰ります、もうこれ以上ないでしょ、ないっす、これはもう、まあ、新しいやつおるやん、一番人気がバラトのお姉さん、あそうですね、はい、デザインめっちゃいいっすけどね、そうです、ね、確かにアロマのお姉さんみたいな感じってことですよね、あそうですそうです、でガブリアスか、ちなみにあのロケマサ君このデッキ作りましたよ、さっきサーフ5デッキ、はい、何こいつ、こんなポケモンいたんですね、結構強いんですよ、うん、それ結構嫌なしますね、このサーフ5、強いからなんですね、そうです、デッキが強いから、レアリティが一番高いっていうのが、はい、これもちょっとね家にあると思うんで開封またちょっとしたいなっていう、いやまあでもこれ以上はもう何もないんでね頑張りリリー入れた時にちょっと嫌な予感はしてたんですよね、あしてました、やっぱ当たるんじゃないか、ただ4口で当たるとは思ってなかったらさすがにいやまあそうですね、さすがに思ってないです、確率的にはめっちゃ低いですからね確かにこれやばいな、なんかもうやばいっす、これもう、なんか本当に当てたのが早すぎて逆にこっちがなんか気まずくなっちゃうっていう、うん、みんな大人が困ってます本当に、これどうするよみたいなね全員ざわついてますだって絶対当たると思ってないですからね、まさかね、確かにこのスピードで、うん、早すぎるっていう、パズル枠の CGS とかまだ出てなくて出ちゃってるんで、確かにね、一発目の CGS がこれって結構ヤバくないですか、いややばいっすね持ってましたね、これに関してはこれ勝っ
からどれぐらいですか販売で。販売だったら大体も500ちょっと超えるぐらいですかね。普通に500なんや、うん、販売で買ったらやっぱねなかなかね簡単に手に入れれる金額じゃないんで、まあ、こういうのがこうガチャとかだったら本当にまあ運良かったら10円とかで、うん、5000円でヒットしたりするんで結構運試しでやってる人多いみたいですね。もう毎日、まあ、楽しいですね運試しやる分には。そうそうそう、あれ本当にやってみるみたいな、うん、それで本当当たっちゃう人がいるんで、ね、当たってだからなんか家族になんか家買ったって人おったからな。エクバリーで打ってあ実機やるもんな。全盛期高い時だと2000万超えとったやん。確かにそれ売って家買ったって人おったからな。家買えるんやん、うん、ガチャで。いやいや、まあ、家買えてしまうから2000万とか超えとるから田舎やったらさそれ全然買えるもん。全然買えてしまうっていう。家買えるガチャです、まあ、すごいっすね。やばいっすね。えぐいんやね。だから今のポケカすごいことになってるから。でちょっと僕の家に大量にそのまだ鑑定してないカードがいっぱいあるんですよ、はい、オリパから出てきたとかパックでやってたみたいな、うん、1回俺それを全部鑑定に出してみようかなって綺麗なやつだけ。あなるほどね。いやその PSA って長いんですよ鑑定まで、うん、なんか海外が行ったりとかなんかめっちゃ長いんですよ。俺1回出しとるよ今1本1個出してます。出しとるけど帰ってこへんあれ。確かにいつ帰ってくんねんみたいな感じで長いのムカつくんですよ僕待つの嫌なんで。ただこの CGS このクローブだったらこれ1週間ぐらいなんですよね。そうですね遅くても2週間以内に言われてる、だからめっちゃ早いんですよ。早いですよねめちゃくちゃ。で鑑定量もほとんど一緒らしいんですよ、うんうんうん、1個どれぐらいでしたっけ。3300円で1個鑑定してもらえると。だから状態やつを出してまあ、10点何個取れんのかみたいな。なるほど確かに面白い。それ毎回やりたかったんですけど、うん、その遅すぎてなんかこうリアルタイムできなかったんでやらなかったんですけど今めっちゃあるんですよ本当に。俺もう全部売らずに持ってたんで大量に。それを1回ちょっと鑑定に出すっていうのを次回ねやろうと思うのでそちらの楽しみにしてください、まあ、この CGS 鑑定やりたい人はねあの、まあ、概要欄の方にまあこれ貼っとくと思うんで、はい、オリパでねぜひやってみてください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。